あれですか、プレイバックナビですか。違います。来たことあります。2回目ですけど、やっぱ何回見てもいいね。いやそうやな、ほんまなんかジブリ感すごいな。だって浜松とかで 40.9 度とか言われてたこの夏場に、この外でエアーでこんな涼しい、だから天然のクーラーと僕は呼んでますけど、ここはすごい。わかるわかるわかる。 LINE ということで、今回のナビゲーターは、あれ牛、乳牛の方だ。イエーイ、銀シャリさん、はじめまして。富士の宮の朝霧高原で牧場やってる。いや、ちょっと思ってた感じは感じ強い。中島義弘 NO、 今日からは、今からは監督って呼んでくれ。竹の方と一緒やん、店長。ところでさ、なんで今まで俺のとこに来なかったんだよ。今回銀シャリさんをナビするのは、朝霧で牧場を経営する中島さん、通称監督。とにかく明るく優しい性格で、観光客はもちろん社会科見学の子どもや実習生たちを独特の話術で楽しませながら酪農の素晴らしさを伝える、まさに富士宮のエンターテイナー。ということで今回は白糸の滝から朝霧にかけてを監督がナビしますよ。テンションとそのなんていうの、見た目が落ちないっていうか、あの ご年齢でこのテンションの人見たことないもん。でも下手したらこのままの可能性もある、この人。あ、もう素がこういう人ってこと。素がこういう、それはもうだってめちゃめちゃ怖いやん。めっちゃ怖い。いや、会いたないわそんな絶対。どうする、やめとく。やめとく、今までやめとけたことあんのか。持つよ、ずーっと映してても持つの。どうも、今みんなのいる白糸の滝がさ、誰が教えたよな、このテンション。4月、今年のお前なんかな、売店エリアがリニューアルして、本当に昔のガタガタじゃねえ、すげえいい感じになってる。中でもさ、なんて言ったかな、ジェラシーなんと、あ、ごめん、ジェネラルだ、なんとかっていう店な。いや、ちょっと待って、これ一回止めて。いやいや、ナビゲーターさんがその店把握してないよ、もう。間違えた時だけ、うん、ちゃんとしたあのおじさんが出てくる。待てなーって言われて、やいでーって言ってて、あの、なんだっけね、あの、とこはドキドキスー出てくる。俺な、適当モットーだから、めっちゃ適当なこと言うぜ。その店はな、滝から歩いて5分くらいだから、疲れないで帰ってきてね。ちょっとデスメタルとか、キスとか、そういうののファンの方なんちゃうかな。メタルとかロック好きなんちゃうかな、その世代なんかな。ちょっと矢沢さんの感じも入ってるし、そうそうそう、適当がもっともうその通り生きてるな、うんうん。どこ行く、何する、銀シャリの旅はなりまかせ。ジェネラルかジェントル。そんなおれへんねんって、こんな人聞く人いば。これあのジュビロ磐田時代の高原選手がゴールした時やるポーズ。ここかな。大丈夫ですか、カメラさん。大丈夫ですか、カメラさん。それ言うから、ここ使いにしようとすな、お前。カメラさんがこけたとこ使いにしようとすな、お前。いや、タクシーって言われたから。確かにあの、あれだもんな。大丈夫ですか、本当に。大丈夫ですか。大丈夫ですかって言うな。改めてこちらが今年オープンしたばかりの売店エリア。4店舗あるうち3店舗が移転リニューアルとなりました。あ、カーテン変えてる。お、ジェネラルストア。ほんまやほんまや、これや、絶対これや、これやこれや。そう、中でも今回新たにオープンしたのがこちらの白糸ジェネラルストア。富士市にある大人気ハンモックカフェの2号店。店内では地元食材を使ったバーベキューグルメやアウトドア雑貨を取り扱っています。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。確かに監督がさ、おすすめするところには思われへんよな、そのあれ。確かに確かに。なんかおすすめってあるんですか、そのジャークチキンっていうジャマイカのあの漬け込んだバーベキューが。すごい悪いチキンですか。そうっすね。ジャークチキンっていう。その別にジャークの感じじゃないですよ。否定しといた方がいいですよ。もうそのままになりますよ、否定せんが。適当イズムが入ってる。適当イズム。ジャークチキンはフォークで穴を開けたお肉をソースに漬け込んだ、とにかく夏にぴったりのバーベキューグルメ。
橋本さんがジャークチキン、うなぎさんは地元特産ヨーグルトを食べて育った豚を使ったメニューをいただきました。来ました、めちゃくちゃうまそう。うまそう、ね、これヨーグルトの方ですよね。そうですヨーグルトの。これジャークチキン。そうです。うわチキンもええ感じやな。もう切ってくれてるし、でもだいぶこのグリルのこのね感じ、焼き目も、うん、アメリカンバーベキューなんですけど、はい、アメリカだとあのバーベキューはあのお父さんの味って感じで、日本でいうお母さんの味噌汁みたいな。あ、ほんならじゃあ各家庭によって味付けちゃうんですか。お父さんによって。お父さんが前日になると張り切って、よしお父さんの出番だみたいな感じで前日の夜から漬け込んで仕込むみたいな。なるほど、なんかええな、ええ文化やなそれも。いただきます。いやもううまそうやな。でもジャークがどんな感じなんかや、その香ばしいんかな。めちゃくちゃうまい。うまい、だいぶ味染み込んでますね。そうなんですよ、もうやっぱ一晩寝かせるとかなりで、さっきのあのフォークで刺すっていうので味が入る。でめちゃくちゃ柔らかくてすごいジューシー、お汁がわーって出てめっちゃ柔らかい。ほんでこれ一口サイズの切り方も抜群、ちょうどこの絶妙にこの口の中でもう溢れてるサイズ感。味付けはもうオリジナルで企業秘密なんですけど、スパイス、ちょっとスパイシーな感じですね。そうですね、スパイス5、6種類とハーブと野菜のマリネで、ちょっと癖のある香りというか、はい、スパイスが多分。じゃあちょっとヨーグルトいただきます。めちゃうまいわ。いただきます。あ、うん、いや噛んでなかったよまだ。噛む前にもう味くるやつやん。あ、めちゃくちゃうまいですね。こっちも、はい、あの違うタレで、こっちはあのコチュジャンベースでコリアン風のソースを作って、それに一晩つけて味ですね。香ばしい、香ばしいからもうどんどん米進むやつやん。この確かに米、これ米もなんか色ついてます。五穀米みたいなやつですよこれ。そうですね、16穀米で、女性のお客さんも多いんで。あ、めっちゃうまいわ。配達しますよ。ウーバーで。えげつないですよ。ちょっと距離えげつない。ちょっと高くなりますけど。何山超えるんですか。次はな、2年前くらいに始まったさ、バギーで富士山見ながら走るとこ、そこいいよ。最高だ。予約してるから、金は自分で出すよ。俺に請求すんだよ。地図を送るから。シライトの滝からな、だいたい20分、15分、20分で行けるから、すごい全然違う風景がお前らを待ってるぜ。よろしくだぜ。いろんなね、ロケ してますけどね、うん、こんなに2人とも引いたらあかんよ。いや、そうやな。いやさあ、それでは白糸の滝から車で20分、山梨の県境にもほど近い富士山バギーへ。バギーがうわ、こんなとこにあるんすね。あ、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。あら、なかなか雄大な。そうなんですよ、大自然ですね。国立公園を借りて走らせていただいてます。あ、国立公園なんですか。え、ほんまここで営業してんすか。そう、してます、してます。こちら富士山バギーは、富士山の麓に広がる大自然を走ることができちゃう体験スポット。しかもこのバギー、ごつい見た目とは裏腹に免許は不要。2人乗りをすれば3歳から楽しめちゃう、家族で楽しめる爽快アクティビティなんです。コースに出る前にしっかりとレクチャーがあるので初心者でも安心。実は今年5月にコースの一部がリニューアル、より大自然を満喫できるように。それではバギートレッキングスタート。これは気持ちいいわ。めっちゃ涼しいですよ、めちゃめちゃいいや。山の上やから。うわ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 、なんじゃこれ。景色も素晴らしい。あー、すごい大自然。やっほい、めちゃめちゃいい景色。涼しい、涼しい、すごい涼しい。草むらっすよ、もう。なんじゃこれ。草むらや、隣のトトロや。これ、これはめちゃくちゃいい。すごいな。うわー、楽しい。うわー、楽しい、楽しい。
スムーズに走っているように見えますけど、ところどころに富士山の溶岩の跡が。でもバギーならこの通り。うわあ、めっちゃ急斜面ですね。うわあ、うわあ。いやいや、もうとうわあ。あれ大丈夫だ。いや。うわうわ、結構やん。これやばないっすか。いや、これやばいって。うわうわうわ。うわうわ。おお。おすごい急斜面。すごいね。ここが折り返し地点になります。さっき受付が、はい、あったところ、あそこの白いトレーラーですよ。あれですか。あれです。めっちゃ遠いですよ。そうなんですよ。うわ、え、こんな来たんですか。もう一番奥、山のふもとまで来てます。めっちゃ楽しいっす。ちょっと、あの、買います。全部あ買います。はい、土地と。いや、買えんの。買えるもんなんですか、これは。いや、あの、ついでに僕もじゃあ買ってください。あれです。一緒に。はい。なんかあとな、コンビ組んでから、そのお前のバギーの後ろ姿が一番可愛いと思う。コンビ組んでから一番思った今。マジで。自分でなんか頑張ってグイグイ行ってる感じを、やっぱ結局俺が支えなかったなっていう感じしたな。後方はやっぱ俺やったな。なるほどな。旅はもうバギー任せで行こう。バギー任せ。旅任せ終わりました。旅はバギー任せ。バギー任せはもうずっとバギー乗ってるところだよ。ちなみに雲がなければこんな感じの富士山が。雄大な景色のもと、大自然の中を走るバギートレッキングは爽快感抜群。ちなみに銀シャリさんは1時間のツアーでしたが、まだまだ走り足りない様子。時間や運転する人の年齢など希望に合わせてコースを選ぶこともできるんですよ。めちゃめちゃ気持ちいいですね。ありがとうございます。思わず無料やな。やっぱ歌も出てまうよな。出てた。え、聞いてなかった。聞こえてなかった。ちょっと、あ、まあ、何の歌だった。ライドタイム。ライドタイムやから。ええのチョイスしたな。いや、そうなんですよ。思わずね、はい、口ずさんでまいりました。本当ですか。何歌ってた。バーギーバーギー、あんたの時代はよかった。いや、俺全然そんなことしない。ちょっと突っ込んでくれと。それボギーやから言ってくれんと。いや、違うって。沢田健二さんね、それボギーやから。いや、ちゃうねんって。さあ次はカマワン、うちだ。めっちゃ噛んでますよ。な、まあ最初にちょろっと言うけど、ソフトクリームめっちゃやばいから。絶対うまいって言うよ。そっちからな、だいたい5分で来れるから。ちょっと今からでも次もう会いに行く感じやで。え、これってここで終わりじゃないんや。これってまだあるんや。ソフトクリーム、ソフトクリームだけ食べよう。それ監督に会うの。お前ちゃん、お前会ったらちゃんとしてくれよ。イエーイ、やっと来たか。やっと来た監督。ミルクを食べたか。バギーは来たぜ。最高だぜ監督。最高だぜ。もう喋らさないようにするわ。それ頼むな。それ一回ずっとそれやってくれよ。実は私も何度かお会いしてるんですけど、キャラが濃い。さあ車で5分ハートランド朝霧へ。いや、それあったらあったら意外に。どうもみたいな。あのテンションで、あれはやっぱ画面越しって感じ。あったら直接あったらいい人みたいな。そうあるから、ね、まあ、それ頼むで、うん、書いてるやん。書いてますわ。傾向の適当が見えますわ。でも絶対気づいてんのに、まだ後ろ見てる。お前が声が。あ、すいません。おせえし。いや、そんなことないっすよ。もう竹の子と一緒やん。あざいな銀シャリ。もう一緒やん。もう一回挟めるからあれ。こっちだ。銀シャリ。おい、待ってたぞ。はじめまして。監督、でもあの、なんかあの、グリル、あ、何やったっけ。あ、そうですよ。あれです、早く言えよ。監督も出てこへんかったやつです。名前。ほど。忘れてる。ジェラシー。ジェラシー、ジェラシー。ジェラーノ。ジェネラル。ジェネラル、ジェネラルストア。で、行ったことないって言ってましょう。そうっすよ。監督来たことない。ふざけんな、行ったことにしとけ。あ、それより、じゃあもう今日な、こういろいろ暑い中撮影ご苦労さんでしたということで、マックスやべえソフトクリーム食わしてやるぜ。イエーイ。こちら今回のナビゲーター、監督がオーナーを務めるハートランド朝霧。
酪農体験やバーベキュー、キャンプなど一般のお客さんはもちろん、社会科見学や酪農実習などで多くの方が訪れる体験型の牧場なんです。いらっしゃいませ、こんにちは。ありがとうございます。朝霧高原自慢のソフトクリームでございます。あれ全然違いますよ。ちゃんとちょっとおままごとに、おままごとに乗っかるよ。ちゃんとうめえぞ。めちゃくちゃうまいっす。なんすかこの濃厚なミルク。濃いだけじゃないんですよ、濃いのにさっぱりしてるんですよ。イエス、甘さも控えめ。はいはい、そう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 、そうなんです。あの 俺みたい。いやいや、甘さたっぷりですよ。こってりですわ。もうこれもう50回やってるからやめよう、もう。いやいや、いやいや、あんなにですよ、こっちが。あんなにやってたのに。え、おいくつなんですか。どうする、それ秘密。67だ。若いわ。いや、本当にだってさ、いろいろ若者も来るし、修学旅行も来るし、まあ芸人さんもたまに来るし、はいはい、負けてられないじゃん。若い人と絡んでるから。そう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 、うん、あのお孫さんとかいらっしゃいます。じゃあいる。マジっすか。え、ってことは結婚されてるんですか。ダメか。と、ここで銀シャリに見せたいものがあるそうで。監督はなんで監督って呼ばれてるんですか。人生の監督だ。使うやろ、大体。ここが一番売れっ子の部屋はここで、バーベキューができて、中で DJ パーティーとか結婚式も。あ、ピザ窯みたいなのもありますよ。あるし。めちゃめちゃいいじゃないですか。ほんまやで。ちょっと、これ映せ、汚いから。これなんすか。あ、浴槽なってますね。で、目の前富士山。で、これは風呂に入って富士山見ながら缶ビールを置く台だ。うわー、ここに置いて、そのままビール飲んで。そうそう。うわ、めちゃめちゃ最高じゃないですか。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。ちょうど後取りが決まってない。あ、ちょっとあいつ気に入られてるし、いいじゃん、ちょうどいい。おい、監督のここの後取りいないですよね今。こいつめっちゃ行きたいって言ってました。いやいやいや、で、こう静岡とかで富士山とか大好きで、静岡に身を埋めたいって言ってたんで、それもし後継者やったら、じゃあお前はここでやれ、俺組むから。じゃあ来週からロケ一緒に行ってくれます。オッケーじゃん。せーよ、ほんまロケ。その代わり、あと次よ。どっちもきついな。そんな嫌がるなよ、俺のことを。